麻生渡るは、日本の元通商官僚、政治家。第13から16代福岡県知事、第10代全国知事会会長、自治体国際化協会会長、福岡空港ビルディング代表取締役社長、財団法人地域創造理事などを歴任。同時代の政治家で、元内閣総理大臣の麻生太郎は、同性で同じく、福岡県を地元とするが、両者の間に、 血縁関係はなく、関係はない。福岡県戸端市出身。福岡県立戸端高等学校を経て、京都大学法学部卒業後、1963年、当時の通商産業省に入省同期に、牧野力など。当初は、前任者の奥田82が社会統計だったのと、異なり親党相乗りとして、立候補していたが、途中から民主党は、 対立候補を擁立するようになり、民主党支持である職員労働組合とも対立するようになった。ただし、ポピュリズム、公務員叩き的姿勢は見られない。全国知事会では政府と対決する場面が増えていた。公認知事の小川洋は、京都大学、通産省、特許庁長官の後輩であり、麻生から後継指名を受けての出馬、当選である。 ご選出馬の可能性はギリギリまで探っていたが、地元北九州市で保守市長が2代続けて5期20年務めたことに避難が集中し政権交代につながったこともあり、自らへの多選に対する批判が自民党などからも強まっていた。県の後期高齢者医療広域連合発足に絡む福岡県町村会を食事県で自らが任命40年以上その地位にあった。 当時の副知事が中心的な役割を果たしていたとして逮捕、訴追されたことにより多選批判が決定的になったと退任の意向を表明した会見で述べた。知事退任後は2011年6月に JR 九州特別参与、2012年6月に福岡空港ビルディング代表取締役社長に就任。また、 2011年8月には福岡工業大学最高顧問と特別招聘講師に就任。2017年11月3日付の秋の叙勲で朝日大受賞を受賞。当日有権者数403万1520人、最終投票率49.04%高校時代から始めた柔道は現在4段。 福岡県産米の CM では、福岡県出身の谷良子と共演したこともある。一方で、以後もアマチュア五段の腕前を誇る。ありがとうございます。